千人峠駅は、かつて、岩手県上平郡上里村に所在していた岩手、京弁鉄道、日本国有鉄道釜石祭線の駅である。電報略号は、2家。岩手京弁鉄道は、岩手県の内陸部と三陸海岸を結ぶ目的で、花巻駅からほぼ、北上川支流の猿ヶ石川、早瀬川に沿って東へ線路を伸ばした。 北上川と三陸川の分水嶺にあたる千人峠を目前にして設置された終点駅が当駅である。当初は宮守トンネル、松沢トンネルの工事が遅れていたため、西側の区間とは離れた東側の孤立区間のみで1914年4月18日に開業し東線と称していた。1915年11月23日にこれらのトンネルが完成して、 花巻東駅間が開通した。千人峠を挟んで東側には陸中大橋駅まで釜石鉱山鉄道がすでに開通していた。この間は直線距離で4トルほどである。しかし東駅の標高が5 6 0ル陸中大橋駅の標高が2 5 4ルで3 0 6ルもの標高差がある上に間に、 標高887メートルの千人峠があることから、この間を鉄道で結ぶ試みは長らく行われなかった。代わりに作道が設置されて、貨物や郵便物、新聞などの輸送が行われるとともに、旅客は千人峠を徒歩で越えていた。千人峠に設置された作道は、全長点六キロメートルで、九百十二年八月一日に認可を取得し、 開通日には、諸説あるものの参考文献では1915年4月5日としている。単線循環式作動で、半期は約70個、支柱は30本で、当初は当駅構内に設置された70馬力、発動機で駆動され、後に1923年8月に電力に切り替えられた。輸送能力は、千人峠から大橋へは100トン、大橋から 徒歩連絡の旅客は 5.5km の道のりを2時間半から3時間かけて歩いており、またカゴの便もあったが、花巻当駅間の特等運賃よりも高い運賃を徴収していた。さらに、カゴかきが追加の金を旅客から巻き上げるなどマナーが悪く、地元の新聞で不評を書き立てられるほどであったが、第二次世界大戦後までこのカゴの運行は続けられた。千人峠を越えて、 両側を直結する鉄道の構想も行われており、1922年に国鉄へ依頼して行われた調査では、千人峠の下をトンネルで抜けて、スイッチバックとループ線と最急勾配40、パーミルを組み合わせる複雑な線形が想定され、建設費は1067ミリ期間の場合で300万円と試算された。しかしこれは、岩手京弁鉄道の会社の負担能力を超えており、 国鉄による建設請願が行われ、やがては岩手軽弁鉄道自体の国有化請願へとつながっていった。1927年の第52回帝国議会において鉄道敷設法に花巻等の釜石士官が追加され、これを受けて1929年から国鉄により千人峠のルートの検討が行われ、1935年に 足ヶ瀬駅から栗の木峠の下を足ヶ瀬トンネルで、くぐって気仙川流域へ一旦出て植え、ありみ駅を経由し、土層峠の下を土層トンネルで抜けて、東側斜面を大きなオメガカーブを描く形で陸中大橋駅へ降りていく線形が採用された。この区間は1936年6月に着工された。さらに1936年の 第69回帝国議会において、岩手京弁鉄道の国有化が決定し、同年8月1日に実施された。これにより、岩手京弁鉄道は、国有鉄道の釜石京弁線となった。釜石京弁線は、順次762ミリ機間から1067ミリへの改め機工事が進められたが、第2次世界大戦の激化により、 千人峠を越える鉄道と共に一時工事は休止された。第二次世界大戦後、アイオン台風により国鉄山田線が被害を受けて長期不通となると、三陸海岸方面への鉄道連絡を回復させるために釜石線の建設が急がれることになり、残されていた区間の改め機と建設が進められた。 1950年10月9日限りで、足ヶ瀬東駅間と作動は廃止され、翌10月10日から上有アリズミ経由の新線が開通した。こうして、東駅も廃止となった。千人峠駅前と茶屋を結ぶ目標の京大屋と駅跡は、国道283号千人トンネル西側高校付近にあたり、コンクリート製の溶壁のみが、 当時のものを残しているとの見解が多く見られるが、1980年3月、釜石教育委員会出版、歴史の道第1号掲載写真より分析すると、コンクリート製溶壁は民家裏の土止めであり、駅舎跡は洋壁より反対側の広場付近である。また、線路跡は現在道路になっている部分である。駅舎前の川を挟んで対岸に茶屋があり、 目標がかけられていたが、現在は、京大の石垣のみが現存している。時期は不明だが、当時の千人峠駅地表面より2メートルほど、かさ上げしていることが、石垣の頂点より読み取れ、駅舎や線路跡は確認することができない状態である。1950年10月9日、営業最終日時点日本国有鉄道を構えし、 最線足ヶ瀬駅千人峠駅 ABCD 日本鉄道旅行地図帳に東北35ページありがとうございます。